なんだっけ、何これ。おお。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイキブログです。はい、ということでね、前回の動画でビニャレスかな。うん。ビニャレスってところから今日はね、トリニダードっていうところに移動してきました。では、昨日移動して10時間だっけ。10時間。やばいよマジで。5、6古い昔の車に乗って。もう足とかね、折りたたむ隙間ないぐらい。めっちゃ狭かった。なんか変なちっちゃくないかなんか中型のバスみたいな車みたいなやつにトータルね20人弱乗ってたから、もう本当にそれで10時間はさすがにね辛かった。マラビほど悪くなかったけど普通に他の時よりめちゃくちゃ悪かったそうだねまあでもね、なんだかんだトリニダードっていうところに来れたから。でここに泊まってるホームステイもめちゃくちゃいいし、ただベッドがうるさい。寝返り打つたびにめっちゃうるさいってな感じで、まあ、ビニャレスってどんな街かっていうと、ビニャレスじゃないよ、トリニダードちょっとね暑くて頭が回ってませんね。暑い、そういう街。そう、トリニダードめちゃめちゃ暑いでね、高い建物がね基本的にないんだよね。すごい低い1階建ての建物がもうずっと街中広がってる感じだから、だからお昼時になるともう日陰がねほぼない。でキューバってめちゃめちゃ暑いから、まあめちゃめちゃ暑いわけですわ。なんだっけ、何これ。おお。はい、この街ちょっとプラプラしてめちゃくちゃ可愛い街です。そうだね、家がカラフルだしね。全部の建物がカラフルで、なんかこう本当にそのキューバの文化めちゃくちゃよく味わえる。観光客もめちゃくちゃ来てる街だね。でも日本人がほとんど来てないらしい。うん、言ってた。日本人は全然来ないって。なんでかというと日本人はいつもツアーで来てるから。でツアーでトリニダードまで行かないみたいだから、こっちに来てください。そうだね、もう自分で来るしかないけど、まあ、別にそんな難しくないから自分に来るにしてもね。ハバナからコレクティーボに乗って6時間ぐらいで来れるから。そうだね、本当にこっちに来るのがおすすめです。ここマジでおすすめだね。キューバはザ・キューバっていう感じ。ザ・キューバ、お土産屋さんさっき入ったけどめちゃめちゃ良かったよ。めちゃ可愛かったなんかいろいろ買いたいと言って。そう、むしろなんかこのキューバでお土産、ああ来た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 、歩いてきた。何こいつ、俺らのこと好きなんかな。怖っ。ここに住んでるんじゃない。でね、キューバのお土産をなんか買い付けて日本で売ったらなんかビジネスになるんじゃないかっていうぐらい、そんな高くもなくてめちゃめちゃ可愛いっていうところでキューバだね。キューバちょっと歩いてみますか。それははい、よいしょ。そういうことだ。このトカゲもね暑いからこの椅子の下に来たかったんだ。ちなみにね、このトリニダードの街には基本的に車は走ってないです。なんか乗りたくなったら馬車は走ってる。でもう一つはバイクだね。キューバ全般について言えるんだけど、ほとんどのバイクが電気バイクなんだよね。なんでなんだろうっていうのがよくわかんないんだけど、大きめの電気バイクとかも全然走ってて、わかんない。キューバに詳しい人もしいたらコメント欄で教えてください。はい、なんでネットがほとんどないから知らない。そう、キューバに来てからほとんどネットに繋いでない。1日1回 10分繋げればラッキーっていうぐらいなので教えてください、コメント欄で。なぜキューバには電気バイクが多いのか。ちょっと今お土産バザールみたいなところに入ってきました。両サイドに布製品とチェゲバラと、あとは木で作ったなんかね置物とか葉巻入れとかいろいろ売ってるね。アクセサリーも売ってるわ。暑いわ。それにしてもカンカンから作った車がある。。僕ねこれ全部コーラとかハイネケンとかのカンカンから作ってる。原価0円ってことでしょ、ほぼ。キューバ、チェゲバラ。How much for this? $5.どうやって作ってんだろうこれ。紙でできてるんだって。だから何？壁にかけても軽いし。持って帰ったら。メタル。メタルのもある。Gracias。あ、ビール持ってる。どこでもビール買える。買いましょうか。買わない。暑いし買いましょう。買わない。ビールゲットしました。ちなみにね、ハイネケンが1本 1.2 ドル。で、キューバのローカルのクリスタルっていうビールがあるんだけど、それだと1本1ドル。だからキューバはお酒が安い。お、下に穴が開いてる。ただキューバ外でお酒飲みながら歩いていいかよくわかんないから、ちょっと家に帰って飲みます。ってな感じで、一旦家に帰る。ATM も一回試した。あ、そうだ。俺らね、今手持ちのお金がないから、お金を下ろしに行きます。はい。めっちゃモダンな。ヨットみたいな船。海はめちゃめちゃ綺麗。はい、ということで島に上陸しました。